皆さん、こんにちは。ですね、いつも今、ビデオにもありましたが、私たちはとても少人数のゼミを大切にしていて、1つのクラスに5人とか、少ないともっと少ない場合もあったりして、話をしながらですね、私が一方的にずっと話をする、答えを教えていくっていう、覚えてもらうっていうのではなくて、一緒に考えていくという授業をしています。なので、今、かなり緊張しています。それと、大学の授業は高校までと違って、特に東京大学の場合はですね、1回の授業が100分以上になります。で、なので、往復カンバセーションをしながらできるんですが、今日はとてもショートバージョンなので、ちょっと駆け足で、お話をしたいと思います。で、今からお話しする話というのは、実は大学に入ってから、例えば大学生の授業でも、100分授業を毎週やっていって、2ヶ月ぐらいかけてお話しする話を、45分弱でやろうということなので、全部分かろうっていうふうにするとかなりパニックになっちゃうと思いますので、1箇所でも「あ、そうなの？え、そうだったの？」っていうふうに思ってもらえたら、今日は成功かなと思って、そのぐらいリラックスして、どっか面白いところを見つけるっていうぐらいの感じで、話を聞いてください。落語もそうなんですが、聞く人の想像力にかかっていますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日の目次ですが、文学というか、テクストを読むということを考えてみたいんですけど、項目で「インクの染み」「すべては書かれてしまった」「文字を聞く見る」という、あんまりいわゆる国語で扱うような説明と違うものになっていると思います。で、最初に自己紹介。私、立岡はですね、先ほどご紹介いただいたように、スラブ語スラブ文学の、教室にいます。で、しかしながらですね、スラブ語スラブ文学、スラブって言われてもあまりよくわからないと思うんですけれども、昔の、東ヨーロッパと、それから、ソ連圏のことをやっています。で、世界地図があそこにありますが、あれよりももうちょっと広い感じですかね。で、昔はですね、旧ソ連時代には、陸地の6分の1の国家というふうに言われていました。で、1991年に解体され独立したわけですけれども、それでもロシア連邦は世界最大の、面積を持っています。でも、あまり日本では知られてないですね。で、今この写真に見えているのが、サンクトペテルブルクという、ロシア第二の町で、ちゃんと青空があるでしょ。ずっと雪が降ってるわけじゃないんですね。で、私たち文学部で学ぶことというのは何かっていうと、最近役に立たないなどというですね、誹謗中傷がありますが、そんなことはなくて、生きるとは何かっていうことを、いろいろな方法を使って、考えてみるということをやっています。なので、いわゆる100万回生きた猫ってありますけど、私たちは1回の人生で1つの自分だけの、眼差ししか持っていません。で、それを、文学作品とか芸術作品というのは、いろいろな、ことを提供してくれます。人の人生を体験したりすることができるということですね。で、もう一つすごく誤解されやすいのが、文学でさえもですね、言葉で書かれているので全部わかるかな。特に日本語で書かれているものっていうのは、日本語ネイティブの人には全部スーッと分かって当たり前だ、っていうふうに思いがちなんですけど、実は作家さんが書いてることっていうのはそうじゃなくて、いわく言い難い、これだけ書いて書いて書いても、説明しきれないものっていう、その奥に、言葉の奥にあるものですね。で、それを何か説明したい。だから、例えばロシア文学なんか、ドストエフスキーとかトルストイとかも、べらぼうに長いものを書くのはなぜかっていうと、書いても書いてもその答えが見つからないので、読者の皆さんと一緒にこういうことを考えてみませんかということを言っているわけです。で、そういうことを一緒に勉強しましょうというのが、文学部へのお誘いになって、これで今日終わってもいいんですけど、実際にじゃあちょっとだけ。
でも読み方どうやって読んだらいいんだろうっていうことを考えてみたいと思います。で、これ有名なマグリットという画家さんの絵で、何でしょう？これは何ですか？って聞かれた時に皆さんどう答えますかね？で、なんか下に文字が書いてありますので、ここに答えがあるんじゃないかなと思って訳してみますと、これはパイプではない。まあ、非常に有名な絵なので知ってる人もいるとは思いますけれど、これって一体何の意味があるんだろうっていうのをちょっとだけ私が水飲んでる間に考えてみてください。題名はですね、これはパイプではないではなくて、イメージの裏切りというふうにあります。で、これは何かっていうと、要するに本当に、じゃあ私たちは最初パッと見た時に誰しもパイプだなって思うわけなんですが、本当にパイプなんだろうかっていうふうに考えてみると、これで皆さんタバコを吸うことってできますか？実際にこの絵を渡されて、タバコの粉を渡されて吸ってみましょうって言った時に詰めることはできないですよね。なので、そういう意味でこれはパイプではないんです。ただの絵であり、そういう意味で言うとキャンバスに色が塗られたものでしかない。まあ、今日は光で集めてますから、スクリーンの上に光が当たってるだけのものになっています。で、まあ、文学のテクスト、文字テクストの話をそのいきなり美術から始まってなんじゃろうと思うかもしれませんが、要するに表現するっていうのの一番ゼロの地点、原点を考えてみたいんですね。これはこれもまあ美術史では非常に有名な絵なので見たことあるかもしれませんが、マレービッチというロシアの画家さんの、黒い正方形。まあ、そりゃそうだねって、黒い正方形だねっていう。でもちゃんとこれってキャンバスに白地を塗って黒い正方形をきちんと描いてっていう、20世紀を代表する傑作なわけです。で、もう全く何もわからない。で、要するにこれは何を言ってるかっていうと、先ほどの、パイプのこのイメージの裏切りと同じなんですが、絵画っていうのが成り立っている。つまり絵画っていうのが他の何物でもなく絵画でしかなくて、でも全部をそぎ取った時に何が残るかっていうと、結局題名とか、題名がなくても絵だなって私たちは思うし、形がなくって馬の絵が描いてなくっても絵だなって思うわけですし、というふうに考えていくと、テーマだとか物語や教訓っていったものっていうのはなくてもいいんじゃないか、あってもいいけどなくてもいいだろう。で、そうだとすると、絵画っていうのは、色です。色と、それからその色を塗るベース、空間、まあ、平面ですけど、平面図だけがあればいいということになります。で、しかも白と黒っていうのが究極の色なわけですね。で、それはまあ、例えば映画でも最初白黒から始まったっていうこともあるんですけれども、これが一番シンプルな、まあ、ゼロに近い形の絵だということになります。で、ただしですね、まあ、ちょっとここから余談なんですが、文学研究とか、そのロシア文、あとこの文学部でやってる研究の面白いところというのは、このゼロで本当何も分かんないっていうところから、さらにですね、私たちは物語を読み出してしまいます。例えば、解釈をしていくとどんどん深いことが分かってくるわけです。で、つまり皆さん、絵を描いたりして、特に小学校とかでまだこうなんかいたずら盛りの時とかに全部の色を混ぜてみたりとかってしたことあると思うんですが、だんだんこう例えば水彩とかやってて、筆洗いの水がどんどんドス黒くなっていきましたよね。で、あれは汚れてるっていうんじゃなくって、あらゆる色を全て集めると黒になるわけです。つまり無限大の色っていうのは黒なんですね。で、逆に言うと白っていうのはその逆、何にも色が入っていないものっていうのが、まあ、白っていうふうに解釈することができます。で、そうするとこの世の中の色、皆さんが着ている洋服の色とか、手元にある机のこういう色っていうのも、全て白と黒のバリエーションの両極端の間に全部入っている。っていうことは、神社の狛犬とかの、とか、その、まあ、お寺の仁王像が口を開けて閉じてっていうのが阿吽像って言いますけども、
日本語の、かな表のあと最後の運で全ての世界の、意味というものを表しているというのと同じで、これは、全ての絵画をここに表しているというふうに考えることができるわけです。で、次にじゃあ、文学に戻りましょう。で、だとすれば文学とは何かっていうことなんですけれど、テクストっていうのは、つまり活字、私たちが読む活字にしても手紙の文字にしても、それは所詮紙の上に落ちているインクにしか過ぎません。で、それを私たちが文字だっていうふうに認識するのは非常に人間の勝手なんです。でも逆に言うと、人間はただの染みなのに、そこに文字を見てしまうほど、まあそういう教育を受けてるわけですけど、そういう病に陥っています。例えば皆さん、これ多分初めて見た形だと思うんですけど、どっかでやっぱり文字だと思ってると思うんですね。で、それはこれは何かっていうと、アルメニア文字です。で、アルメニアの人たちというのは文字を4世紀から持っていまして、キリスト教を最初に国の、まあ、国の宗教として、国教として認めたということを非常に誇りに思っています。なので、文字に対する愛着とか、その自分たちがの文化と文字っていうのは切り離せないんですね。で、さまざまに文字をいろいろにこう装飾していきます。こんなような感じ。これも全部よく見ると、ちょっと残念ながら対応している順番になってないんですが、まあ、左側は縦に見ていってください。で、右側は横に見ていってください。そうすると、なんとなく形が当たってるのが分かると思うんですが、こういうふうに文字を装飾しています。またちょっと違う文字をお見せします。これは染みではなくて、木材から切り抜いたものなんですが、ただの模様かなと思うんですけど、文字だというふうに言われると文字に見えてきますよね。これは、まあ、ジョージアの、まあ、最近ジョージアという名前変わりましたが、昔グルジアと通称してましたけど、そういう文字です。実はちなみにジョージアというのもですね、もともとの国の名前がジョージアだからジョージアと呼んでくれと言っているんじゃなくて、日本をジャパンというようなもので、本当はサカルトベロっていう国です。で、まあ、今はジョージアの文字。ついでに私が日頃扱っているロシア文字がこんな感じです。で、ロシア文字は日本にとっては非常にマイナー言語とされてますが、実は国連の五大公用語の一つで、話者人口も非常に多いし、まあ、亡命移住者が多いので世界中で話されている言葉です。で、こういうふうに、形が何だか意味は分からないけど、なんか文字だなと思ってしまうっていうのが、まあ、近代、現代を生きている私たちの癖と言ってもいいと思います。で、文字でなくても何か物語を、意味を読み取ろうとしてしまうということが私たちの中ではあります。ロールシャッハテストって私の子供の頃すごい流行ったんですけど、まあ要するに紙を折りたたインクをポタポタっと落として紙を折りたたんで開いて、ただの汚れなんだけど、これが何に見えますかって言って、まあ精神鑑定をするみたいな、心理鑑定をするみたいな、そういうものなんですが、まあその鑑定の方はどうでもよくて、これを私たちはやっぱり人が向き合ってるっていうふうに、まあ見てしまいますよね。で、こういうふうにこう私たちは実はあらゆるものに物語を読み取ろうというふうにしています。で、こういうような、まあ文字に代表されるいろいろな意味を持っているもののことを記号というふうに言います。で、記号としての言葉や文化というのはどういうふうになっているのかっていうのが、19世紀から今に至るまで、まあ、文学系の研究の一番基礎になっています。で、それは、まあ、一番最初にそういうことをこう構造的にというか、まあ、体系的に、まあ、ルールがありますよと、こういうルールがあるんですよみたいな、そういうルールを考えてみませんかというふうに、まあ、提案したのが、まあ、ソシュールという人なんですけれども、彼はまあ言語について、一般言語学講義ですから、言葉についてもっぱら研究した人なんですが、彼はこの社会生活の内部で初記号、まあ、いろんな記号、言葉以外の記号もそれぞれに意味を持っていて、それがどういうふうに働きをするのかを研究する学問が必要であろうということを書いています。で、それをまあ私たちはある意味では引き継いで研究しているわけです。で、記号、というのはどういうものがあるのかっていうと、言葉が一番わかりやすいですね。
でその他に映像、例えばさっき見たような、まあ、画像もいいんですけど形があるもの、それから音っていうのもそうですね。例えばメロディーラインで悲しいと思ったり、何か知ってるなと思ったり、楽しくなったり、好きだったり嫌いだったりあります。色や匂いもそうです。それから人の体の動き、例えば友達と話をしていて、この人ってこういう性格なんだなって思うのはなぜかっていうと、説明をされてるわけではなくって、その時に自分がその相手の表情であるとか体の動かし方を見てそれを理解するわけですね。でそれがもう記号になっているといったふうに、あらゆる生活を構成しているあらゆるものが、記号体系、まあ、記号のまとまり、一つのパッケージになっているというふうに考えられます。でこういうパッケージっていうのは、例えば言葉、皆さん今ね、日本語と英語を訳したり訳し返したりって言ってすごく苦労していると思うんですけれども、そういうふうにもともと完成した形であって、それを付き合わせていけば話が分かるというものではないんです、実は。で長い長い歴史の中で、いろいろと培われてきた中で意味がお互いに共有されるというか、そうそう分かる分かるっていうふうに作られてきたし、それの一つの大きな制度が学校で学ぶという制度になります。でウォーフという研究者が書いていることなんですが、時間と空間っていう当たり前ですよね。例えば私たちは時計を持っていて、例えば今日も12時30分から講義がありますよって言うと12時30分に始まるというようなことで、みんななんか12時30分っていうと決まった時間があるようなんですけれど、実は時間にしても、ここの例えば空間、この辺を、この画面じゃなくてこの辺の真ん中を見てくださいって言っても、皆さん多分見ることができないと思うんです。でそういうふうに時間とか空間というのは非常に曖昧なものであって、社会的に決まっています。例えば虹の色っていうのは7色だっていうふうに教わってるし、こう覚えたりしますけれど、昔日本では5色というふうに考えられていたり、ヨーロッパでも7色だったり8色だったり12色っていう地域もあったようです。それから私たちは白っていうと、さっき言った白しかないですが、例えば北極圏の氷に閉ざされた地域で白って言ったら全部白になっちゃうわけですよね。でそうすると青みがかった白とか、どこそこの白とか、白だけでさまざまな色のこうグラデーションが言葉として使われています。でこういうふうに言葉っていうのはかっちりと決まっているんではなくて、非常に生き物として生きていると言ってもいいかもしれません。でもう一つはそういうふうにもともと違う意味がつけられたりとか、逆にもともとの意味に感覚が、私たちの感覚が支配されてしまうということもあります。これは有名なマルセル・デュシャンという人の、現代アートの走りなんですが、泉です。これも美術史なんかでよくやると思うんですが、いわゆる男性トイレの便器を持ってきてポンと、アート展に置きました。今ちょっとアクチュアルな問題ですね。で置きました。でものすごい大スキャンダルになりました。でこれは一体何だろうって言った時に、落ち着いて考えてみれば、この便器のものっていうのは素材としては、お茶碗と一緒の陶器でできています。で一度も使っていないわけだからとっても綺麗です。一切こうなんていうの、バクテリアとか、それは ここにあるっていうのと一緒のぐらいで、例えばお茶碗にあるのと同じように清潔なわけです。だけど例えば皆さんこれにスープを入れて、はいどうぞって出されて食べたいとはやっぱり普通は思わないと思うんですね。でそれはやっぱり頭の中にそういう経験、言葉の上での経験とか実体験があって意味がついちゃっているからなんですね。で今これはちょっと極めて極端な例を出しましたが、もうちょっと、穏やかな例で出すと、枯葉というのがあります。ちょっと今真夏なんであんまりリアリティがないですが、これって単にこう葉っぱが寿命が過ぎて茶色くなりました、もしくは赤くなりましたっていう植物の変化の一形態なんですが、そこに私たちは少なくとも日本では、秋とか悲しい美しい、人生の終わり、かさこそとささやく音とか、いうふうな意味を取ります。でも枯葉っていう言葉自体にはそれはないはずなんですね。でもう一つは
じゃあ秋の色って何ですかって言った時に、私たちは赤いと思います。楓が赤くなります。まあ、東大はちょっと後半の黄金の秋と近くてイチョウなので黄色いんですけど、例えばロシアは秋といえば、黄色もしくはゴールドなんですね。黄金の秋というふうに言います。でそういうふうに、意味の読み取り方っていうのは人それぞれなんですけど、社会的なものもあるということなんですね。でこういうふうに、文学研究の中ではこういうふうに意味に戻っていく、そもそも何だったんだろう、どうしてこんな意味ができてきたんだろう、それを私たちは受け取ってどう思うんだろうということを考えます。で次のテーマ、物語、ストーリーですね。私たちが例えば小説を読むとき、映画を見るとき、普通はどんなお話なんだろう、どういう誰がいつどこで何をしてっていう話に興味を持ちます。なのでよくあるのが、映画を見たときに決して結末を言わないでくださいって。で、最近の学生さんのレポートでも作品紹介をしてくださいって言うと、ここから先はネタバレになるので書きませんみたいな、いやいやレポートの時はネタバレしようねというふうに言うんですけど、そういうふうにストーリー展開にすごく興味を持ってしまいます。でも実はちょっと残念なお知らせなんですが、ストーリーパターンっておよそもう決まってるんですね。書き尽くされちゃってます。でしかも1928年という非常に早い段階で、これもやはりロシアの研究者なんですが、ブラジミル・プロップという人が昔話の形態学などの研究書の中で、魔法使いが出てくる、魔法を使うおとぎ話は、31個の要素からできていて、それが、あったりなかったりっていうそのパーツの組み合わせでできてるんだよっていうふうに分析をします。で、要するに簡単、すごく簡単に言うと、ストーリーの始まりは、主人公もしくは英雄が何か成し遂げなきゃいけない課題、困難なものっていうのを、与えられて、それがお姫様を探しに行ったりします。でとにかく遠くに行きます。で行く途中でどんどん危機にあって、それを克服していきます。で途中でその魔法使いに会ったり道具を手に入れたりして、最後敵を倒します。で帰ってきてお姫様と結ばれるという、そういうパターンです。ドラゴンクエストなんかまさにそうですよね。ドラゴンを退治にする英雄と、ピーチ姫の物語だわけですね。で宮崎駿のアニメも基本的にはそういう形でできています。ハリウッドの、もうそうですよね。敵をどうやって倒すかっていうプロセスは基本的にはそういう形でできています。で、そういうふうに、RPG 型以外にも悲劇だったら必ず最後は、悲恋で終わったり人が死んだりして終わるとか、いうような形でパターンがあって、あとは、じゃないバージョンっていうのを作ったり組み替えたりするだけなんです。で、そういう物語の構成の仕方っていうのを、専門用語でプロットというふうに言います。で、これは読んでる人の好奇心を刺激するように組み立てられている、その順番のことですね。で例えば分かりやすく言うと、推理小説なんかはいきなり最初にこう犯人が人を殺すシーンから始まるというのもあまりなくて、死体が発見されて、捜査されてトリックが分かって最後告白して解決するというんだけど、実際の時間的に巻き戻してみると、まず殺人があるわけですよね。でそういうふうに入れ替えている。もしくはホラー小説なんかは逆に何が起きているのかをなるべく言わないように、言わないように部分だけを見せて全体を見せないようにするというような方法が取られています。というわけで、およそ話自体を分析するというか、考えてみるというのはもう限界が来ています。じゃあ私たち文学部はまだそれやってるの、ずっと同じことやってるのかというと、そうではありません。で文字を聞いたり見るっていう今日の一番のテーマなんですけれど、どういうことなのかっていうと、その最初の、絵を見た時に、これは何ですか、パイプです、パイプじゃありません、ただの色ですという話になりました。じゃあそのインクの染みとかその文字そのものっていうのにもう一回ちょっと戻ってみませんかということを、20世紀の初頭に、いろいろな国の詩人や言語学者もそうだし、文芸評論家もそうだし、作家もそうだし、いろいろ実験しました。
それから染みを文字を見てしまう、例えば今皆さんがこれを見た時に活字のですねライン取りが、例えばここ長いなここ短いなとかって見る人ってほとんどいないと思うんですね。パッと見せられると、これをみんな意味としても、文字そのもの、例えば、下から2番目の「見える」の「み」っていうのは2本足が生えているのは、目に2本足が生えているのはなぜだろうとかいうふうなことは考えないで、「見える」っていうのは見てることができるっていうふうに意味で取ってしまいます。で、それをちょっと待った、もう一回ちょっと考え直してみよう、文字に戻ってみようっていうことです。で、文学研究っていうのは意外とそういう意外性探しというツッコミ力ですね、ちょっと待った、そこまでいかないとか、それおかしいんじゃないっていうことを、どれだけ自然に流れているものの中から拾い出せるかっていうことに、研究者のセンスがかかっているわけです。ちょっとかっこよく言っちゃいましたけど。学生の皆さん、だんだんそういうのはトレーニングの中で身につけていけますから大丈夫です。で、じゃあまず文字というものにちょっと戻ってみましょう。以下、文学における以下って言いますが、それは当たり前のもの、例えば私がこうマイクを握っていますが、マイクっていうとこういう皆さん音を拾って大きくするものって思いますよね。でも、例えば皆さんがこれから家に帰って、私がどんなマイクを持っていましたかって聞かれた時に、多分ぼんやりしか思い出せないと思うんです。で、例えば下のところが硬いとか、上がこう金網になってるとか、そんなような素材的なものっていうのは注目しないと思うんですね。で、そこにあえて当たり前のものを当たり前じゃなくしてみようっていうのが、異なるに化けるで以下というふうに言います。で、またよくわからない詩が出てきました。フレイブニコフというロシア未来派の詩人です。で、ボベオビという詩を書きました。この人いろんなものを書いてるんですけど、日本語の訳を読んでみますね。ボベオビと唇は歌われ、ベエオミと眼差しは歌われ、ピエオと眉は歌われ、リエイと顔は歌われ、あ、これごめんなさい、輪郭のがいいですね。リエイと輪郭は歌われ、グジグジグゼオと鎖は歌われた。そんな風に何かしらの調和でできたカンバスの上に伸びることなく顔が生きていたというものです。で、これ実は顔、最後の顔っていうのが大文字で書かれていて、どうも擬人化されているらしいということが分かります。で、ロシア語で書くと左側で、赤で書いてあるものはそのまんまです。本当にロシア語そのままで、ボベオビ、ベエオミ、ピエエオ、リエエイ、グジグジグゼオと読みます。で、これロシア人が見ても何のこっちゃ全然分かりません。で、分からない、じゃあわざわざ分からなくしたのかっていうと、分からなくすることで、何が起きてるのっていうふうにちょっと興味を引くというのが一つ。でも全く適当に並べた音じゃないようなんです。これ文学研究ももはや100年以上、110年この作品ができてから経っていますが、解明しきった人はまだいません。何っていうのがまだまだ残ってる作品なんです。で、私なりの解釈をちょっとお話ししたいと思います。まず皆さん、これボベオビって、英語で書けばよかったんですけど、ローマ字で書いたと思って、ちょっと簡単にボベオビって発音してみてもらえますか。声出していいので、ボベオビ、ちゃんと口の中じゃなくて、英語みたいに唇を使って、口の周りの筋肉を使ってちょっと発音してほしいんですね。ボベオビ、ボって唇がぶつかりますよね。で、唇を振動させて発音させる音が B の音なんですよね。で、すると、要するに「ボベオビ」って何？って一個ずつ読んでいくと、唇がいちいちぶつかって音が出る。ということは、唇がそういうふうに音として歌われるということになります。で、ここまではあと「おう」ですよね。ボベオビの「おう」だけ単独で「べ」から外れていますが、これは英語もそうだと思いますが、ロシア語はもっと激しくですね、ギューって唇をつぼませた、一番つぼませた力を入れたものが「おう」なんですね。なので、おうっていうことによって唇がこうすごく緊張するというふうになっています。
で、ここから先がなかなか解釈が難しくて、なんだろうってずっと思ってたんですけど、それこそ今朝、あ、そうかって思いついた一つをお話ししたいと思います。で、これは、次の米を見っていうのは、えって驚いた時に目を見張った時って、こうギュッとこう相手をじっと見ますよね。で、それで眼差しってものがキュッとキラッと光るというようなとこなんじゃないかな。で、ロシア語の場合、最初の「ブ」っていう音っていうのはあんまりちょっと強い音なので、本当にギュッっていう音、ギュッてした時、強調の時に使われる音なので、そういうギュッと目を見張っている感じかな。で、次の「ピエエオ」っていうのは、ピっていうので、ちょっと眉を細めてみる、潜めてみる、もしくは、えって驚いた時、さっきの PAO と一緒なんですが、ごめんなさい、BAO みのえと一緒なんですけど、こう眉が開くから、なんだ、おっていうので、驚いた時に眉がギュッと締まるっていうような感じかな。で、次のリエイは多分当たってると思うんですが、リエイっていうふうにはっきりと発音すると口角が上がります。で、そうすると笑顔になる。で、そうすると、顔っていうのが一番魅力的に見えるというようなことなのかな。で、ぐじぐじぐぜおっていうのは、鎖の音ですよね。で、そういうふうにして顔っていうのが、そのそれぞれが動くのがこう機械のように鎖でこうつながれていて、ガシャガシャと動いているといったような、そういうイメージでできているし、つまり言葉で顔、私たちが見ている顔というのを、音と絵、視覚的に翻訳してみた詩なんじゃないかなというふうに思います。さて、というので、ちょっと普通のテクストに行きます。で、ラフカディ・ヨハンの耳という、これは要するにラフカディ・ヨハンという、ね、怪談を書いた人なんですが、実は目がちょっと悪くて、耳でものを聞きながら、いたというものです。で、彼が書いているのは、参道の終点に至るずっと手前から、これ熊本の本明寺っていう、かなり有名なお寺らしいんですけど、そこのに行った時の経験です。気だるく、届くような持続音が聞こえてくる。まるで潮騒のような音だ。何かといえば、南無妙法蓮華経のお題目を唱える声なのである。信心深い彼らは日本一円からやってきた巡礼者であり、拝所の前では何千本というろうそくが次から次へと燃され、大きな真珠の香炉からは、線香の煙がもくもくと立ち上がっている。で、その後ちょっと短く言いますが、耳を聽するばかりの題目の声、汽車を乞うための特訓を受けたのだとおぼしい子供の群れ、それから好奇心旺盛なくせに、所詮参詣の意思を伴わない物見遊山でしかなく、ろうそく売りの声などうさんくさいといった素振りの兵士たち、もうもうと立ち込める線香の煙、こうした光景や騒音が一つになって実に異様だというふうに書いています。で、ここのところで赤字にしたのが、音ですね。声とか音とかざわめきで、あと緑色にしたのはちょっと過剰な感じですかね。もくもくととか、すごいたくさんっていう感じで、同じ場所を、同じ、てかイギリス人の女性の、ハンナ・リデルという人が、訪れています。で、折しも空はまことにうららかに晴れ渡り、道路の両側には三四丁も続いて桜の花が今を盛りと咲いている。つまり参道は春うらら、桜が美しく、みんなこう輝いて見えている。で、ところがその下を見るとどうなるかっていうと、もう凄惨な病を抱えた人たちがうずくまって物乞いをしているというふうに、全くこちらのものと違って書いています。で、これはどっちが正しいということではなくて、どういうものに対する興味とアプローチなのかっていうことなんですが、ハンの方は、音で捉えている風景で、しかも視覚的にも想像し、音も想像し、見た目も想像しという過剰さ、何なんだこれはっていう、そういう世界を描いています。リデルの方は、コントラストとコンフリクトで、美しいものと貧困、病、凄惨さみたいなものを対比させて、対立させて描いている。で、こうすると、
要するに、説明するこうこうこうでしたよっていうふうに全部説明されちゃうと謎がなくなってしまうし、彼らのこうドキッとした気持ちっていうのは伝わらないですよね。あ、そうなんだって言って終わっちゃいますが、こういうふうに対比で出されるとそのありさまがありありと自分の目の前に浮かんできて、こういうふうに、ちょっと衝撃的な、両方とも、ある意味衝撃的な表現を獲得するわけです。で、トルストイ、せっかくなんでロシア文学のちょっと最後の方でいきたいと思います。トルストイの幼年時代っていうのは、これもまたですね、自分の子供時代の幸せだった子供時代を回想するかのようでいて、実はトルストイのお母さんは自分が意識が、非常に幼く亡くなっているので、ほとんど母の記憶がない。その中で、もしかしてお母さんが子供の時にいたらこんなだったんだろうかみたいな、そういう想像を最大限に働かせて書いた作品なんです。で、母の姿を思い出そうとすると、顔は思い出せない、だけどこんな感じこんな感じというふうに描写されています。で、そうした時に私たちはどこかで覚えてないって彼らが言っているにもかかわらず、どこかこんな感じのお母さんだったんじゃないかなっていうふうに想像していくわけです。で、トルストイも当然そういう仕掛けを作っているわけですね。で、例えば、とっても美しくて彼女がママが微笑するとあたりがすっかり陽気になったように思えるっていうと、多分皆さんの中では自分がこう見たいすごく華やいで美しい顔っていうのがポンって浮かぶと思うんです。で、これはだから逆に言うと社会化されたイメージではなくて、私たちが個別の経験の中から生み出していく自分のオリジナルのイメージなので、映画化された時にそういうんじゃないんじゃないっていうふうな違和感につながってくる。だから私たちは無意識のうちにさまざまな十人十色の読み方を小説に対してしているということになります。で、次にですね、最後にチェルカッシというマクシム・ゴーリキーというですね、これもまた19世紀末から20世紀初頭に活躍した、大人気作家だったんですが、彼の作品を扱いたいと思います。ご紹介したいというふうに思います。で、まずね、皆さんにお願いしたいのは、南国、南の美しい海の情景を思い浮かべてほしいんです。ちょっと集中して思い浮かべてください。沖縄でもハワイでもガムでもなんかどこでも大丈夫です。で、それを思い浮かべましたか？多分真っ青な空と海で、輝く太陽、白い砂浜、透明な水に透けて見える魚群みたいな感じだと思うんですね。ヤシの木とか観光客もいるかもしれません。で、それを前提にして、見てみましょう。南国の青い空はそうですね、は埃で薄暗くぼんやりと霞んでいる。で、暑い太陽と緑がかった海の間に薄い灰色のベールがかかっているかのようだ。つまり海の間に灰色が垂れ込めていて太陽が見えないわけです。それから、波がどうかというと、花崗岩の岩壁へ次々に打ち寄せる波は、波頭の巨大なもみに押しつぶされて船のヘリに寄せては返し、岩壁を濡らしたり波同士でぶつかり合ったりしている。さまざまなガラクタやゴミや汚れ切った波というのがブツブツと泡立って不平不満をつぶやいている。ものすごいネガティブですよね。さっき思い浮かべた南の国の海はどこに行った、返せっていう感じだと思うんですが、ゴーリキーというのは、非常に日本でも一時期非常によく広く読まれていて、一時忘れられていたんですけれど、社会格差であるとか貧困というのを描いたり告発した作家としてとても有名で、一番有名なのはどん底、まさに本当どん底という作品なんですけども、最近ちょっとまた評価され直しています。で、この話もチェルカッシっていうのは実は泥棒の名前で、泥棒が主人公なんです。で、今のギャップですよね。で、さっきの音でずっと海とその港の風景というのが描かれています。活気あふれるワンワンした感じではなくて、怒りの鎖がきしむとか、貨車が連結するガチャンという音、
なんか金属音や木材がこすり合うような音、突き刺すように鋭く時にうめくようなうつろな汽笛、耳を濾せんばかりの、それらが耳を濾せんばかりの仕事日の音楽となって反抗的に轟く。轟音とか、まあなんかそうすごく、ね、ネガティブです。でなおかつここで働いている人たちっていうのはもう最後誰が誰だか見分けがつかないというふうに、まあ、重苦しい感じです。でそれが、じゃあ主人公泥棒の、まあ、泥棒である、例えばみな真ん中の線を見てもらうと分かりますが、こう港界隈では名乗れている古顔で大変な酔っ払い、酔っ払いっていうだけでもネガティブですが、大胆不敵な泥棒であるというふうにもう一言で定義されている悪いやつなんですね。でところが彼の、を説明するときに無謀に裸足、日焼けして乾いた肌と太い骨、黒髪で、藁っても乾いているものですよね。で、萌いだばかりの菩提樹の小枝を挟んで、つまり緑色がついている。つまり非常にこうさっき皆さんが最初思った南国の学校、乾いた明るいイメージに近いと思います。で、例えばその働いてる一般の人々が仕事を投げ出した運搬作業員たちが3355連れ立って、ここも個人じゃないですね。で日陰に陣取る、なんかすごい打ちのめされた感じに対して、チェリカー氏は、大胆不敵でひょろりと背が高くて、一歩一歩ゆっくりと歩いていた。つまりすごくクローズアップ、映画で言えばクローズアップされてこうドーンと画面に上がってくるっていう感じになっています。で、彼のイメージというのはこの後でわしに例えられるように非常にポジティブなものになっています。でもチェルカッシ自身もやっぱり酔っ払いとか擦り切れたとかちぎれたとかわらくずっていうようなことでネガティブな要素と、それからすごく大胆な、乾いた肌、黒髪、貪欲そうなしかめている様子っていう、ちょっと表情がある、つまりもう一般の人は表情さえなくなっているところに、彼はすごくビビッドな活発な感じのイメージがつけられているんですが、そういうふうに一人の人物をの中にも複雑な性格が入っているよ、複雑なこう社会状況が入っているよっていうことが書かれているわけです。というわけで、最後、ロシア語でありがとうございました。スパシーバ、つまり神のご加護がありますようにというふうな言葉からできている言葉ですが、ご清聴ありがとうございました。で、せっかくの夏休みなので、ちょっと違った角度から、文学や、映画などなど、もっと言うとデザインというものも読むことができますので、考えてみていただけたらと思います。どうもありがとうございました。